はい、谷崎てとろです。先週ピースデーのイベントに、登壇させていただきまして、ニューヨーク在住の映像作家でワンフューチャーの共同代表の西前拓さん、そして2017年にノーベル平和賞を受賞したアイキャンの運営員の川崎明さんと対話をさせていただきました。これ撮影しているのが9月の27日なんですけれども、ちょうど昨日9月26日というのが核廃絶デーといいます。世界的に核を廃絶をしていこうという日なんですけれども、今日はその核廃絶についての話をしてみたいと思います。昨日は核兵器の全面廃絶のための国際デーということで、いろんなイベントが行われていたんですけれども、そのイベントの中で国連広報センターの根本薫さん曰く、なんか和平交渉の席には女性というのが1割ぐらいしかいないんだと。しかしこの女性が参加した交渉の方が、その後15年以上和平が続く可能性というのが 30% 増すそうなんですね。まあ、そうしてみると世界平和の現場というのにもっともっと女性の力が必要なのかなと思ったりしました。今日はちょっとこの核兵器の廃絶ということについてお話ししていきたいんですけれども、もともとこの1945年に広島長崎に原爆が起きたところから、その後アメリカとソ連による核兵器の軍拡がどんどん続いてきて、核実験もたくさん行われていたんですが、国際的にはそういった核実験が禁止され、1968年に核拡散防止条約というのが結ばれました。当時核兵器を持つ国は5カ国、アメリカ、ソ連、まあ今のロシアですね、イギリス、フランス、中国、これがちょうどこの国連の常任理事国と同じなんですけれども、核拡散防止条約というのはこの5カ国以外に核兵器を持つのを禁止した条約で、しかしその後そもそも条約に署名しなかった国やその後条約を抜けた国を含めて、インド、パキスタン、イスラエル、そして北朝鮮が今核兵器を持っているとされています。まあ、核軍縮、核兵器を持つ国というのを限定して、そして減らしていこうという動きではなくて、もう核そのものを廃絶するんだという動きが、この核廃絶という、それが核兵器廃絶条約、核兵器の全廃と根絶を目的とした条約です。2017年7月7日、これ僕の誕生日なんですけども、まあ、国連加盟国の3分の2 122カ国が署名して、この条約の受付が始まりました。署名するだけでは条約ってのは発効しないんですね。その条約に署名して、自分の国はこの条約に基づいて行動しますよということを宣言する、それは批准するというんですけれども、まあ、批准して、そしてこの批准した国というのが50カ国以上になってから90日後に今度発行されるという手続きになります。これ現在2020年、9月の段階で、ちょうどこのピースデーの日9月21日に、マルタという国が署名して45カ国になりました。つまりあと5カ国でこの条約の発行の条件が整うというわけです。あと5カ国ですね、もしかしたら年内にこの条約の批准が達成されるかもしれません。そうするとこの核兵器禁止条約というのが発行されるわけですが、やっぱ核兵器の保有国はこれ批准してないんですよね。まあアメリカをはじめ、そしてこのアメリカの傘の下ということで、日本もこの条約を批准していません。まあ、日本は、まあ、広島原爆という最初の核の、被爆国ですけれども、さらに福島のこともあって、核というものを廃絶していく、そしてその危険性を何よりも知っている国であるわけなんですけれども、やっぱりどうしてもこのアメリカとの関係の中で批准できないという状況になっているんですけれども、まあ、僕個人的にはやっぱり日本は率先して、まあ、核兵器禁止条約批准していただきたいななんて思います。もちろんこれ反対する人の反対の理由っていうのも、この核の傘というだけではなくて、例えばそれによって核の保有国と持ってない国というのを考え方が分断してしまって、その状況の中で核兵器が本当にこの廃絶できるという道筋が整ってないんじゃないか、まあ、現在もうすでにある核拡散防止条約の枠内で進めるべきなんじゃないかという考え方もありますね。しかしもうそろそろ人類は核というものから卒業してもいいんじゃないかと、卒業するべきなんじゃないかと本気で僕は思います。まあいろんな考え方があるのでね、皆さんはどう感じられるでしょうか。やはりこの日本というのは核兵器の恐ろしさということを実際に体験した国であるということ、僕もこの広島長崎の原爆特番とか構成作家としていろいろ作ってきて、そして取材もしてきたので、実際にこの被爆者のインタビューをしたりお話とかを聞いたりしたことがありまして、やっぱりその核兵器の恐ろしさ、これだけはやっぱり廃絶するべきだとやっぱ強く思うんですね。まあ、僕がこの核兵器の特番について
語った夏は絹という番組について、このテトラノートでも語ってきましたけれども、この原爆の恐ろしさというものについて分かりやすく展示しているのが広島にある原爆資料館なんですが、やはりそこに訪れた人は、まあ、本当にその一体どんなことが核兵器というものによって起こるのかということを、かなりその認識というものを新たにできるというように、まあ、思うんですね。皆さん原爆の資料館って行ったことありますかね。今回ピースデーでご一緒した西前拓さんがワンフューチャーというプロジェクトの中で、この原爆の資料館をバーチャルにウェブ上で体験できるようなアプリケーションを作りました。僕たちがこの中にツアーのように入っていくことができるんですけれども、これぜひ皆さん体験してみていただけたらいいかと思います。まあ、いながらにして原爆の資料館に入っていくことができるということですね。 3D で僕たちこうやって入っていくのは、まあ、今 3D のゲームの世界というので馴染みがあるんですけれども、ぜひこの 3D の中で広島で起きたことということを知ってみて、そして考えていただくきっかけになったらいいんじゃないかなと思います。これ西前さん、世界のアーティストの方との共同作業でこれが作られたということです。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。ということで今日は核廃絶というテーマでお話しさせていただきました。今日の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。谷崎哲太郎でした。